ストーンズ、契約終了リーボック社長の削除された意味深コメントの不穏戦戦協協のファンからは対処期待の声も3月6日フィットネス、ランニングなどスポーツウェアを製造・販売しているリーボックジャパン以下リーボックがストーンズとのテレビ CM の年間契約を終了したことが明らかになったその発表の際の不穏さから ストーンズファンの間では戦々恐々とする声が上がっている。リーボック社長の田中祐介氏が自身の X にてストーンズとの契約終了を発表しました。しかし、その投稿内容というのが旧ジャニーズの新事務所スタートエンターテイメントへの不信感を感じさせる意味深なものだったんですよね。女性誌ライター。田中氏は X にて 自分もストーンズも継続には前向きだったことを報告した上で、同時にメンバーやファンにとってどうなのかという話が浮上していたことも告白。そして、その原因がスタート者の身体性であるかのような書き方もしていたんです。田中氏はこれからも話し合いを重ねていくというニュアンスの言葉も綴っており、 将来的には希望を感じさせる投稿でもありましたが、全土田中氏はその後、誤解されてしまう面もあった、と問題の投稿を削除。この一年、大変な面もあったけど、僕はストーンズはじめいろんな皆さんにはすごく感謝しているし、これからも長くやりたいと強く思ってるし、でも全員にとって良い形には妥協せず、引き続き模索していきたいと思います。 と同日にポストしている当初の投稿にあったスタート社の新体制というのは、新会社のストーンズに対するマネジメント、仕事にやり方に何か問題があったようにも取れますよね。スタート社は、方々で改革者と称される福田厚志氏が、エージェント契約とマネジメント契約のハイブリッド性を採用すると明かすなど、 旧ジャニーズ事務所とは大きく変わることを宣言しています。しかし、今回のリーボック社社長の意味深な投稿により、スタート社のストーンズへのマネジメントがうまくいっていないんじゃないか、とファンは戦々恐々としているようです。あくまでも年間契約の終了であること、また今年度に関しても引き続き競技中であることを田中氏は7日朝9時40分に、 補足でポストしていましたが、この事態を受けて、かねてよりストーンズファンの間でくすぶっていた対処希望論が再燃しつつあります。どう